ジェームス・ポージーは、アメリカ合衆国オハイオ州クリーブランド出身の元バスケットボール選手。身長203センチ、体重99キロ。ゼイビア大学で3年間プレーし、1999年の NBA ドラフトで、デンバーナゲッツより18位指名を受け NBA 入りをした。ナゲッツでは主に先発メンバーとして3シーズンプレーした。 その後2002年12月にヒューストンロケッツへトレードで移籍し、その後は2003年のオフに FA となりメンフィスグリーズリーズへ移籍しにシーズンプレー、した。2005年オフに NBA 史上最多人数となる5チーム間で13人のトレードによってマイアミヒートへ移籍した。2005から06シーズン、ポージーは主にスターターとしての出場であったが7.8得点。 4.8リバウンドと少々物足りない数字であった。プレーオフに入りここで監督のパットライリーによってシックスマンとして起用され彼の価値は見出された。カンファレンス2回戦ではニュージャージーネッツのエースビンス・カーターやリチャード・ジェファーソンを激しいディフェンスで抑えるとカンファレンス決勝ではデトロイト・ピストンズの面々に勝負所でプレッシャーをかけて NBA ファイナル進出に貢献した。ダラス・マーベリックスとのファイナルでは、相手のエース・ダーク・ノビツキーや、ジョシュ・ハワードを必要なディフェンスで抑えた。またエースのドウェイン・ウェイドや、シャキール・オニールが、ダブルチームで苦しむ中、オープンとなった、ポージーの3ポイントが要所で決まり、ヒート優勝の影の立役者となった。2007年オフに、ボストン・セルティックスと契約した。ケビン・ガーネット、 レイアレント大物が加入しチームは話題を集め、特にディフェンス重視のチーム作りに、ポージーも一役買うこととなった。セルティックスは全評判通りファイナルに進出。ロサンゼルスレーカーズとのファイナルでは、またしても、ポージーは相手のエース、コービー・ブライアントに対し激しいディフェンスを見せ、またクラッチタイムでのスリーポイントで、ベンチスタートながら、勝利に大きく貢献した。 このファイナルでのスリーポイント成功率は5割、フリースローは全投げ成功。ポージー自身は2つ目のチャンピオンリングを手に入れた。過去2度のファイナルでの活躍で株を上げた、ポージーは2008年オフの7月にニューオーリンズホーネッツと4年2500万ドルの大幅アップで契約した。2010年にインディアナペーサーズへ移籍。1シーズンだけヘプレイした後解雇された。 2013年にクリーブランドキャバリアーズ参加の D リーグチーム関東、チャージのアシスタントコーチに就任。翌2014年からはキャバリアーズのアシスタントコーチを務め、2016年にはコーチとしても NBA チャンピオンを経験した。粘り強く体を張ったディフェンスで相手のエースを抑えるディフェンスのスペシャリストであり、ポジションを問わないエースキラーである。 三ポイントシュートも正確であり、そのプレイスタイルはブルース望遠と通じる部分が多いと言える。またルーズボールへの執着心が強く、玉際にも非常に強い。そして何より大舞台での勝負強さが最大の魅力で数字以上に評価される選手である。近年は主にシックスマンとして起用され、持ち前の発するプレイで流れをつかみたい場面で仕事をこなすことが、 期待されている。ありがとうございます。